J リーグではこれまで様々なクラブが旋風を巻き起こしてきましたが長野県をホームとする松本山雅 FC もそのうちの一つです松本山雅は2019年に J1 昇格を果たすも同年に J2 降格となり2020年はその流れで J2 でも苦しみたった2年で J3 まで降格してしまいましたどうも下降線をたどり続けている補欠カラスです今回は J1 を経験した松本山雅がなぜたった2年で J3 まで降格してしまったのかについてまとめていきます反町監督のもと J1 行きをつかんだ松本山がまずクラブの歴史を振り返ってみると1965 2004年に駅前の喫茶店の名前を取って発足した山賀サッカークラブが松本山賀のスタートでしたチーム設立後しばらくは社会人が仕事の傍ら趣味としてプレーする草チームでしかなかったのですが2004年に本格的に J リーグ入りを目指すようになったそうです当時松本山賀の社長を務めていた大月博さんは2001年にアルウィンができ2002年日韓ワールドカップの前にパラグアイ代表がキャンプに来てくれたんですがその時にホセルイス・チラベルトがこんなに素晴らしいスタジアムがあるのになぜ地元のチームがないのかと発言したんですそれを聞きつけた山鹿彩さんの サポーターたちがならば松本のチームを本気で作ろうと盛り上がり、青年会議所もその気になった。2004年には NP o 法人アルウィンスポーツプロジェクトも立ち上がりました。と話していて、パラグアイ代表のレジェンドの一言がきっかけとなったそうです。ただ法人の代表を務めていた山木ことさん曰く、周囲の理解を得るのは簡単ではなかったようで、県内の会社を回っても長野エルザもあるし、県内に2チームは無理、山形なんて誰も応援しないよと言われるばかり。実際スタンドにも数えるほどしか人がいなくて、自分でハを振って応援したくらいです。そんな窮地を救ってくれたのがエプソンイメージング バイスの社長さんでした2005年から500万円でパンツのスポンサーになってくれて有力な選手を補強できた唐島慶二監督も招兵してようやく北信越一部昇格を果たしたんですと上り詰めていくにはスポンサーの力が大きかったと語っていましたその後徐々に長野県内での人気を集めていき2010年から jfl に参戦した松本山は2011年に元日本代表の松田直樹さんを獲得しましたそして j2 参入を目指す中で松本山は超大物の松田さんを獲得したことでさらに人気を集めることになりますが2011年8月に松田 で松さんのために勝つと奮起した結果終盤には奇跡の5連勝という山鹿劇場を演じ J2 参入条件である JFL4 位以内を確定させ2012年から J2 への参入が決まりましたこうして念願の J リーグ入りを果たした松本山鹿は実績十分な反町康春監督を招聘しました反町監督は当時のことについて初めて松本に来た時正直に言ってまとまりの全くないチームだと思いました前年の JFL では反則意議遅延が多すぎたし練習や生活態度に問題のある選手もま まるで昔の人気アニメ、アパッチ野球軍でした。これは大変な仕事になるなぁと感じたけど、腹をくくるしかなかった。最初の御殿場合宿から、総力強化と、守備戦術の擦り込みを徹底的にやり、みんなががむしゃらについてきてくれた。というように、当初苦労したことを明かしていました。ただ、反町監督のもとで、松本山川進化を遂げ、J21 年目の最終順位は12位でしたが、J2 創設後に加入したチームとしては、初めて初年度にして、特失点差プラスでシーズンを終えるという快挙を成し遂げ、観客動員数も J2 で3番目の数値を記録するなど、素晴らしいスタートを切ったので、 でしたそして2年目の2013年は最終節まで J1 昇格プレーオフ進出圏内の6位以内を争いましたが惜しくも7位でプレーオフ進出を逃してしまいましたそれでも反町監督が「俺はチームを率いる際3年をひと区切りと考える2014年は勝負の年だった」と語っていて本気で J1 昇格を目指した2014年松本山川は地元出身で元日本代表の田中馬選手を獲得すると試合終了まで落ちない豊富な運動量と向上した守備力さらには決定力の高い多彩なセットプレーを武器に順調に勝ち点を積み重ねていきました そして、第39節のアビスパ福岡戦で勝利し、2位以内を確定させ、見事に J2 参入後3年という速さで、初の J1 昇格をつかんでみせたのです。こうして初めて J1 の舞台で戦うことになった松本山川は、すでに長野県の期待を一心に背負って応援されるクラブとなっていて、ホームの試合ではスタンドの応援が話題になるほどでした。そんな中、日本のトップ15を目指してシーズンインした松本山川は、ファーストステージが4勝3分け10敗の勝ち点15で15位に終わり、ギリギリ降格圏には入っていませんでしたが、セカンドステージでは、連敗や試合終了間際 に失点点ししてて勝ち点を落とす試合が続いてしまい、ま結局1年で J2 へ逆戻りすることになってしまいました。それでもクラブは信頼の厚い反町監督を続投させて1年での J1 復帰を目指しましたが2016年は昇格プレーオフで惜しくも敗れ J1 復帰を逃してしまいました。その後2017年は8位に終わり2年連続で昇格を果たせなかった松本山がですが反町監督体制7年目となった2018年に J リーグ昇格後クラブ初のタイトルとなる J2 優勝と4年ぶりの J1 自動昇格を決めました。こうして J1 の舞台にようやく戻ってきました。 徐々にに定着していいいくたたたた。めにも、まずは残留しししとったとっころでしたしかしタクラブと比較すればシーズン序盤戦から戦力的にかなり劣っていた松本山賀は、シーズン途中の7月に前田大然選手がポルトガルへ移籍してしまったこともあり深刻な得点力不足に陥ってしまいましたその結果リーグ戦全34試合で複数得点を挙げることができたのはわずか3回1試合で奪った最大得点数は2総得点数は21とリーグ最下位の数字に終わり守備陣は奮闘したもののまたしても残留という目標を果たせず17位で J2 降格となってしまいました そして、クラブはこの J2 降格によって、8シーズン松本山川の監督を務めた反町監督の退任を発表し、若手育成に定評のある布圭一郎さんを新監督に招聘し、再び J1 を目指して戦っていくことになりました。何もかもが噛み合わなかった地獄の2年間。こうして2度目の J1 も1年での降格という結果に終わってしまった松本山賀は反町監督の退任と同時に、クラブを支えてきたベテラン選手の多くが退団してしまったこともあり、新たなチームとして生まれ変わろうとしていました。しかし、布監督の松本山川は、2020年、J2 開幕 こそ勝利したものの第7節のオーミア・ルディージャ戦から第11節ジェフユナイテッド千葉戦まで J2 でのクラブ新記録となる5連敗を喫してしまい第21節終了時点では4勝7分け10敗勝ち点19の20位と J1 から降格してきたクラブとは思えない低迷っぷりを見せていましたそこでフロントは当時クラブの編成部長を務めていた柴田圭さんを新監督に招聘しましたが当初松本山雅の神田所長は柴田はあくまで暫と語り新しい監督探しをしていく上でのつなぎであると ということを公言していましたしかしながら柴田監督は前半戦で崩壊していた守備を強固なプレッシング戦術によって復活させていき最終的にはチームを13位にまで押し上げることに成功しましたその結果フロントは柴田監督の手腕を高く評価し2021年も続投させることを決断したのです一方で2021年のシーズン開幕前クラブの強化部は多くの選手を引き抜きや契約満了で放出し新たに21人の新加入選手を迎え35人という大女隊で新チームをスタートさせることになりましたすると柴田監督が前年に浸透させた プレッシング戦術を新しい選手に浸透させることができず、逆にクラブは反町前監督が根付かせた。受動的なイメージから脱却するために攻撃的かつ能動的な新戦術の浸透を求めましたが、失敗に終わってしまいました。それでもクラブは j1 昇格を目指すと公言して、開幕前の新体制発表会では勝ち点84得点84という理想の数字を掲げ、アグレッシブに点を取りに行く、新たなチームを体現しようとしていました。また、柴田監督はカウンターの得点力をアップするため、縦に行けるタイプを多く取ったと説明していて、スピード系の。 グイグイと押し切ってゴールを量産するはずでした。しかし、蓋を開けてみると、松本山雅は j1 時代からの課題だった得点力不足は相変わらずで逆に武器であった。守備陣はクロスなどからの不用意な失点が目立つようになってしまい、第19節終了時点で4勝7分け8敗で17位と低迷したことを受けて柴田監督を解任しました。こうして松本山雅は2年連続でシーズン途中での監督交代となってしまったのです。他にもシーズン前半戦の0対3で完敗してしまった。栃木 sc 戦では、栃木 sc の選手による松本山雅のゴールキーパーを務めていた。 村山智彦選手の頭を思いっきり蹴り上げたラフプレーが話題となり村山選手は自身の SNS でそのラフプレーを公に批判していましたただ後日松本山が公式が出した声明には村山が SNS で間違った発信をしたので非常に遺憾に思っており再発防止に努めますという趣旨の記載しかなくクラブが選手生命を脅かすラフプレーを受けた村山選手をサポートしていくという姿勢を公に示すことはなかったのですそして自分たちのクラブの選手を応援しようという趣旨が強い松本山がのファンやサポーターにとっては非常に後味の悪い出来事となりフロントへの不信感 こうして悪い流れが続いていた松本山賀にとって、柴田監督の後任は非常に重要な人選となりましたが、白羽の矢が立ったのは元日本代表の10番を背負っていた七海博士さんでした。しかし当時の七海さんは古巣・ジュビロ・岩田以外で指揮を執ったことがなく、2年間現場を離れていたこともあり、J2 残留という仕事を確実に遂行できるのかという部分には不安しかありませんでした。正直こういった場面では J2 経験のある監督を招聘するのが普通なので、松本山賀の人選は賭けとも言えるんじゃないでしょうか。それでもクラブ再建をたくさん 監督は就任会見の場で自分のストロングポイントであるコミュニケーション能力トレーニングゲームの中で何か新しいものを発見する面を存分に発揮しながら選手とともにチームを強化していきたい地元の人たち山川サポーターの皆さんにより愛されるようなチームにしていきたいと抱負を語りましたその上で七海監督はチーム全体の方向性を示すこと全選手が競争のスタートラインにもう1回振り出しに戻ってるよってところを黙人でも公言しながらもやりたいとチーム内の競争意識を取り戻す姿勢を示しリーダーがいないと強く感じていてもしかしたら j 1 j j 2 J3 も含めて50数クラブある中でゲーム中のコミュニケーションが一番少ないぐらい、試合の中でしっかりとした指示、チームを鼓舞するような声、激励的な声がたくさん出てくるチームに変貌させたいというようにチームのコミュニケーション面を改善していきたいと話していました。そして七海監督が第一に考えたのが前向きにボールを動かし課題であった攻撃力をアップさせることでした。ただ七海監督が就任した直後に迎えた夏の移籍市場では明らかに人員方のセンターフォワードとボランチを整理しきれないまま奈波監督がストライカーの伊藤翔選手の獲得を希望し期限付きで しかし、明らかに最重要補強ポイントになっていたセンターバックには一切手を加えることはなかったのです。この時点で完全に現場とフロント、特に強化部がかみ合っていないことは明らかでした。そんな中、七海監督の攻撃的戦術は、一瞬功を奏して結果を出した時もありましたが、8月下旬から続いた回同士の重要な試合をたたずけに落として、あまりにも痛いダメージを負ってしまい、七海監督自身もシーズン終了後、この時期を振り返った時に、サッカーをしすぎたなと、もう少し数字を追い求めながらやらなきゃいけない時期があったと、残留するための戦いに特化した なかったたことを後悔ししていまさらにもともと松本山雅の生命線だったはずの玉際やハードワークの厳しさを失われ、反町前監督体制の8年間で強調され続けていた、細部にこだわるということも徹底されることはなく、ミスからの失点が目立っていました。こうして全く上向きの兆しが見えなかった七海監督体制の松本山雅は、22試合で15ポイントしか稼げず、シーズン終盤を迎えても降格圏から抜け出すどころか、最下位に沈み続けてしまい、第41節の SC 相模原戦に敗れた時点で、クラブ史上初の J3 降格が決まってしまいました。 ちなみに J1 経験クラブの J3 降格さらに J1 在籍から2シーズンでの J3 降格は2015年の大分トリニータ以来2例目の出来事でしたこの結果にクラブのスポンサーを務めていたサポーターの一人は強化部に不信感しかない2年続けてのチーム構築の失敗の説明をスポンサーにしてくれない正直勝てなくてもいい山川は僕にとって唯一無二の心のクラブでもスポンサーやファンの皆さんが誇りに思えるような戦い方をしてほしいとクラブの上層部に対する不満を語っていましたまた長年松本山が応援しているサポーターからも今シーズンの戦いを見ている というようにやはり上層部に対しての意見が寄せられていましたそしてクラブの救世主になれなかった七海監督はシーズン最終戦後の挨拶でサポーターに向けて残留争いという大義名分を胸に途中就任しましたがなかなかチームを軌道に乗せることができず結果も出ず最後に J2 再開という見苦しいものになってしまいました僕自身もこんなに勝てないのかこんなにポイントが取れないのかと何度も何度も自問自答しましたし皆様のきついご意見や 激励をたくさん受けた中でシーズンもがきながら戦ってまいりましたそれでもチームを上向きにできなかった責任は全て僕にあると思いますと苦しいシーズンだったことを振り返り結果を出せなかったのは自らの責任だと語りましたその上で七海監督は今後に向けてただこの松本山雅というチームは下を向いている場合ではないどん底にいる場合ではない常に前を向き常に上を目指してやっていかなければいけないチームだと思っていますそのために今日も7000人以上のお客さんが集まってくれたと思いますし社長はできればと言っていましたが僕は必ず来シーズンもっともっとたくさんの方がこのクラブを応援してくれると信じています じていますそのために我々は現場で一生懸命に努力をしてまたいるべきエリアに戻らなければいけないという使命のもとチーム全員で目標に向かって頑張っていきたいと思っていますその後押しが必ず必要です我々の背中を押してくださいもっともっと応援してくださいそれが皆さんへのお願いですとサポーターへの言葉を残していました「松本山鹿が復活する日は来るのか」こうして熱い言葉を残した七海監督は初めて J3 で戦うことになった2022年も結局続投することになりましたそんな中2022年の新体制発表会で七海監督はまずここに誓いを立てるとすれば 選手たちを相当走らせて相当球際の厳しいトレーニングをして、相当メンタルを強化して臨まなければ j3 という厳しい。ワンシーズンを乗り越えることはできません。会場に掲げられている横断幕の俺らは常に挑戦者は今の我々にぴったりだと思います。自分たちがいるべき場所、昨シーズンが終わってから自問自答しながら考えましたが、なかなか明確な答えはありませんでした。しかし、自分たちが山形らしさを出す。これに関しては皆さんも感じている通り明確だと思っています。と、原点回帰を目標にして、再び j2 に戻ることを誓いました。こうして j2 復帰を目指した。松本山雅はシーズン終。 昇格争いをしていて、そこそこの結果は出していましたが、やりたいサッカーが見えてくることはなく、勝てば j2。昇格圏内の2位に浮上するという試合でことごとく勝ち点を落とした上に、下チーム相手にした時の取りこぼしが多かったことも響き、4位で終了し、1年での j2 復帰という夢は叶いませんでした。そして、シーズン終了後には七海監督の退任が発表され、後任には日本サッカー協会で技術委員長を務めた経験もある。下田雅弘さんが招聘されました。すると、下田監督は2023年の目標として勝ち点76総得点76総失点。 で J2 昇格という具体的な目標を掲げましたがシーズン終盤まで混戦となった昇格争いは踏みとどまったものの第37節の時点で2位以内の可能性が消滅してしまい最後の4試合を勝ちなしで終え前年を下回る9位でシーズンを終える結果となってしまいましたこのようにかつて2019年には j1 で戦っていた松本山雅は現在 j3 で中位に沈むまでに低迷してしまっていますがここから松本山雅は再び復活することができるのでしょうか皆さんは松本山雅が再び j1 に昇格するためには何が鍵になってくると思いますか思いついた人はコメント 今回は松本山賀が J3 まで転落してしまったストーリーについてまとめてみましたが、今シーズン J1 から J2 へと降格し、実力からも昇格候補と言われていた清水エスパルスが、なぜ昇格を果たせなかったのかについても別の動画でまとめているので、ぜひ見てみてください。というわけで僕もいつかは昇格やら昇進やらできるように頑張るので、応援してくれる優しい人は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは皆さんさようなら。